ワイパー運動です。このエクササイズは股関節を正しい位置に整えます。ポイントは足の付け根から動かすことです。それでは実際に行ってみましょう。レッツコアコン。右足を伸ばしていきましょう。つま先の力を抜いて、つま先を小さく内外内外と車のワイパーのように動かしましょう。動きはなるだけ小さな動きです。今度はつま先を内側に少し入れて止めます。軽く力を入れて、力をストンと抜いてつま先を脱力。股関節が緩んでいくのを感じましょう。それでは右足を元に戻します。反対側も同様に行います。